チャンネル。じゃあこんにちは。さあ、はい、10億円予算でお互いが選んだチーム、うん、どちらが年俸の上がり幅が高いか、1年ぶりの結果発表。これ結構楽しみにしてましたよね、はい、でしかもコメントなんでね、まだですかっていうのもありましたけど、はい、これはね、週刊ベースボール の、うん、あの年俸の本が出てからっていうね、はい、あの週刊ベースボールの年俸の額だけでやってるんでね、はい、やっぱ統一しないといけないんで、うん、それをね、あ、ちなみにこれです、このね2021年バージョン、はい、年俸ランキング、うん、これを元に算出してるんで、はい、これが出ないとできないっていうところと、うん、まあ、集計が終わったんで、はい、まあ、10億円の予算の中で袴田さんと僕が自由にプロ野球選手を選んで、はい、どちらの方が年俸のアップ額が高いかっていう勝負です、はい、だからただいい選手を選ぶというよりは年俸が上がりそうな選手を選んでるんですよね。しかも予算が10億円なんで、はい、なかなかねいい選手ばっかりも上げれないっていう、ね、高い選手は取りにくいんですよね、だからお互いね予算は10億円以内に収まってるんで、はい、だそれのどっちがね、はい、まあ勝負に勝ったかっていうね、うん、そうです、見る目があるかっていうね、見てない方はそっちの動画一回見てきていただけると、ね、面白いかも分かんないですね。そのドラフトでやってるので、そうですね、かぶりはないんですよ、はい、だじゃあまずじゃあキャッチャーからいきましょうか、はい、キャッチャーからいきましょうか、はいはい、じゃあキャッチャー、はい、袴田さんは森選手でした、西武ので、僕は日本ハムの清水、はい、こう清水がね、はい、昨年の里崎町の時に成績が結構良かったんで、良かったです、だから、うん、でしかも安かったんで、はい、一気に来るんじゃないのかっていうね、うん、ところで2400万だったんで、うん、ザッキーチームに入れたんですけど、はい、あ2600万だったんですけど、はい、今季の年俸2400万でマイナス200万です、はい、一気に森選手あれ、はい、いや元々私の中では一番大きい買い物をしたんですよ、うん、2億円ですからね、はい、2割いってますからね、そうなんですよ、はい、2億からまた首位打者ぐらい頑張ったら、まあ、2億5とか、うん、いくんじゃないかと思ったんですけど、4000万円ダウンちょっと去年ね、はい、不振だったんで、そうなんですよ、でしかもですよ、うん、このね年俸ね、はい、コロナがあったんで球団の経営も厳しいじゃないですか、はい、落ちる選手って一気に落ちるんですよ、そうですね、だってね 20% ダウンですからね、そうだからやっぱレギュラーで出てたらここまで落ちるとは思ってなかった、うんうん、結構4000万だ、あら一気にいきなり2人ともですけどじゃないですか、まだ200万ですよ、うん、だって元々からだって2600万だから、まあ、そうですね、うん、2600万から4000万下がったらだってマイナスだよ、はい、そうですね、まあ株と一緒でね、そうそうそう、額によってプレーは違いますから、続いてファースト、はい、袴田さんは村上、ほらこれですよ、4500万でもう取り戻したなんと1億円プラス5500万、森の取り戻したっすね。なんならプラス1500万。いや、いいの選んでますね。そう、こうも考えたら。これ被りもしなかったですね。ねえ、だって1年前の今日ですからね。そうです。村上がまた、はい、あんなに素晴らしい成績を2年連続収める、はい、いい目してますね。そう、佐藤さん、いや2年連続どうかな、2年目だよとか言ってましたからね。5500万で森の取り返したっすね。取り返しました。ちなみに。佐々木チーム、はい、清宮、お、いやそろそろ行くやろうと思ったところが、はい、2000万から2200万、うん、まあ、プラス200万、これでプラマイゼロになります取り戻した清水のマイナスを取り戻したんですけど、はい、そうですね、いやこう清宮も5000万ぐらい行く予定だったんですけどね、そうですね、なかなかねちょっと打棒が振るわないんで、うん、ちょっと上がり幅がね、はい、少なかったなっていうところで、そうですね、で続いてセカンド、はい、私は巨人の吉川尚輝選手、いい形で働いたですね、本当そうです、2300万円から3300万円のプラス1000万円、お、着実によし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 、ちなみに佐々木チーム、はい、山田哲人、お、 FA で残留で大幅に上がるんちゃうかと思ったら、はい、複数年っていう伸びしろはあったんですけど、うん、はい、維持です、維持5億円から5億円、おいや5億5000万の5年契約とかないのかな、はい、維持ですねこれはちょっと想定外ですね、大きい買い物しましたもんね、ここで5000万ぐらいのプラスあるんじゃないのかって読んでたんですけど、
一番大口がプラマイゼロです、はい、なんなら FA で10億いくって言ってましたからね。そう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 、それがプラマイゼロ、まあゼロだからまだいいですよ、まあ、マイナスじゃないんで、ね、そうですそうです。でも箱本さんもう今プラス2500万ですね。そうです、僕今プラマイゼロです、はい、ゼロですね、はい、まあ、マイナスじゃ、マイナスになってやばいですね、そう考えたら。まあそうですね、マイナスもありえるですもんね。ありますね、はい、株価と一緒でね。はい、そうですそうです。じゃ続いて、はい、サード西川龍馬選手、センターだけどね。はい、でもサードもできますね。そうそうそう、これその時1年前だからね、はい、結果的にサードもできるけどセンターになったっていうね。できればいいってことですね。そうそう、でも今年はもう西川サードは変えないですよ、はい、守ってないんでね。あ、そうですね、はい、でも西川選手が6800万から6300万の500万ダウン、はい、ちょっと怪我があってね。そうなんですよ、ね、そこはちょっとね、はい、あれでしたね、怪我までは読めませんからね、はい、で佐々木チームが小深田です。お、これ上がってるぞ。1500万から3300万、はい、プラス1800万で、あ、一気に上がりましたね。え、ということはちょっと今計算ができないもん。2000万と1800万です。あ、200万差近づいてる、近づいてる。さあ続いて、はい、最後の内野手、はい、で袴田さんショートは源田がですね、1億4000万から1億5000万になりました。1000万アップ、よしよし。え、これでじゃあ3000万、3000万ぐらいですね、今プラス、はい、で佐々木はショートシュートを買った。あ、いいとこですね。いいとこつけるでしょ。いいとこですね。2000万から4000万、わー、2000万アップか。はい、抜きました。うわー、3800万です今、はい、だから800万差で、そうですね、取り返してきたし、わお。だから内野全員終わりましたね。終わりました。内野終わって3800万プラス3000万プラスですね、はい、まあ、でもいい勝負ですね。いい勝負ですね、うん、ここまで考えるとどうですか、うん、やっぱ誤算は森選手ですか。あそこまで不調になると思わなかったですね。そう、そうなんですよ正直。いや、多分ちょっと悪くても維持だと思ったんですよ、うん、なのに4000万下がるとは思わなかったですね。これはちょっと大きく下がりましたもんね、はい、あと西川選手ちょっと怪我がね、はい、なければ上がって下手したら1億円ね行ってた可能性もあったんですけど。そうなんです。ここが怪我がね見えないですから難しいですよね。まあでも、まあ村上選手が取り戻してくれたかなっていうところですね、うんうん。佐々木の一番やっぱマイナスポイントは山田テスト、はい、残留で5000万ぐらい上がるやろっていうところと、清水がね、はい、マイナスっていうところは思わなかったですね。そうですね、キャッチャーの、うん、あと清宮もやっぱ4000万ぐらいはできる頑張り欲しかったなっていう、でもやっぱりあの小深田周東で、はい、この安めのところをいいところを抑えてたなっていうね。でいい幅上がってますね、うん、いい幅上がってる、うんうん、だからここで800万プラスですね。そうですね。続いてじゃあ外野、うん、はい、レフト鈴木翔平、これ私の安全株として買ったんですよ。だって660万ですもんね。はい、そっから960万になりました。プラス300万、はい、まあまあここ安定いいんです、うん、プラスだったらいいんです。これ10億円しかないんで、はい、ここも、うん、この1000万円以下の選手で確実に上がるのを掴んどくのも大事なんですよね、はい、そうなんです。このゲームは安全なのを取っとくっていうのもありです、うん、で僕はねレフト、神里です、はい、4800万から5200万、うん、あ、でプラス400万です。おお、上がってますね。微増ですね。微増、はい、まあ、お互い微増ですね、はい、でこれで4200万と3300万ですもんね。はい、もう私も計算よく分かんなくなってるんで、はい、お任せしました今。数学得意なんで、はい、で続いてセンター辰巳がですね2200万から2000万になりました。これなんかあれなんですよね、辰巳が強豪になって、はい、そうじゃんけん勝ったんですよ。勝ったでマイナス200万、はい、いや思わなかった、もっと頑張れると思ったんですけどね。そう、上がると思ってました。これがね、で佐藤さんが、はい、近本、はい、4500万から7500万、3000万アップ、当たってる、くそー。だから今がちょっと書いとかなきゃ忘れちゃうな、はい、7200万、はい、佐々木プラスで、お、袴田さんは3100万、だから4100万差です。わー、大丈夫、まだ大丈夫。辰巳のマイナスはちょっと想定外だったですね。そうですね、もうちょっとね頑張れるかと思いましたけど、1000万ぐらい上がるかなと思いましたけど、ね、で続いて、はい、ライトです。はい、私はヤクルトの塩見選手が1050万から1350万ということで300万円アップ。終盤ね頑張りましたから、はい、今年もね佐々木の期待を一身に受けてるんで、はい、頑張ってもらいたいですよね。ちょこちょこ名前出してますからね、うん、さあ佐々木チームは、はい、牧原です。はい、4000万円から3500万、おー、500万ダウンです。おー、ダウン。いい働きしてたんですけど、やっぱり年俸が高いだけにね、うん、そうですね、ちょっとダウンしちゃうっていうところで、うん、ここで300万アップ、3400万、はい、で500万ダウン、6700万、はい、あ、まだ
やまだ差はありますね、はい、今3300万そうですね。私また次も、はい、じゃ続いて、はい、DH 井上誠也がですね、はい、5500から5200 300万円ダウン。ちょっとね、はい、お涙から行って下がっちゃいましたね、はい、じゃ続いて佐々木チーム、はい、金子、はい、1億2000万から1億2600万、はい、600万アップですね、うん、まあ、怪我もありながら、はいはい、こういう、こういうね、小さい貯金が大事ですね、物を言うすからね、はい、ちなみに私300万だ、3100戻りました、はい、だ僕は佐々木チーム7300万アップ、わで袴田さんチーム3100万、あれ4200万差っすよ、野手全員終わりましたよ、終わりました、あと、うん、とこだとピッチャー3人だけですか、ピッチャー先発中継ぎ抑えだけですか、だけです、はい、ふぅ、大丈夫、でも大丈夫、どうですか袴田さん、どうですか外野手はどうですか、ちょっと想定的にやっぱ辰巳ですかね、うーん、そうですね、辰巳選手がもうちょっと1000万円ぐらいアップするかなと、辰巳と井上誠也はちょっと誤算でしたね、誤算でしたね、ここのマイナスはね、はい、少なくてもプラスにはなると思ってましたね、数百万でも上がるかと思ってたんですけどね、うん、まあ佐々木の誤算はそんなないですね、やっぱ近本がねやっぱ頑張ってくれたっていうのは大きかったっす、ね、いいですね、プラス3000万ですからね、はい、大きい、村上張りのね、はい、これアップ額はこれやっぱ数千万でアップしてくれる人が一人いるとね、でかいっすよね、違いますね、さあ続いて、はい、勝負のピッチャー、はい、ピッチャー先発中継ぎ抑え、はい、なんかニコニコしてますね、いやもう、先発がね、先発がいいと言いますもんね、はい、そうなんですよ、ちなみに先発山本由伸これあれだよね、じゃんけん、じゃんけんで勝ちました私が、これはこれね、山本取れるかどうかでかいよね、だって安かったもん、そう9000万円ぐらいだったかな、うん、が、はい、1億5000万 6000、あまり上がり幅ダントツだもん、これもうじゃんけんに負けてるから、そうですね、で一気に挽回じゃん、はい、プラス6000万円です、で佐々木チームは、はい、種市、はい、いやいけるやろうと思ったら、うん、まさかのトミー・ジョンです、そうでしたね、いや俺、はい、種市は6000万ぐらいになる可能性あったから、うん、プラス3000万あったのよ、はい、それがマイナス300万だもん、怪我で、そうですね、やっぱ怪我は難しいですね、測るのはね、はい、だこの種市はね、うん、大誤差、はい、怪我で、まあ、怪我は分かんないです、はい、ここで一気に、7000万、2100万マイナスになりました、あでもまだ2000万、2100万差、うん、おだってあれよ、3200万買ってたのよ、それを一人で大逆転でしかもそれで2000万差になっちゃうんだよ、はい、そうですね、だって6000万だもん、それはなんか野手で負けててもそれニコニコしてるよね、そうですね、まだね、うん、取り返せるっていう感じでしたよ、続いて、はい、中継ぎ、はい、あれいいのいるでそうなんですもうここ私の隠し玉でしたから、うん、平、これが1200万から、うん、4200万、3000万アップ、イエーイ、でかいで、新人王ですから、新人王ねえ、はい、ちなみに佐々木は、はい、フランスは、はい、現状1位ですこれ複数年契約だったっていう話もあるんだよね、ああそうなんですか、だからそこも見つけなきゃいけないから、うん、これでなかなか見つけれないから難しいよ ね、 ね、複数でって書いておいてほしいよね、そうですね、うん、うん、おほほほほほ、だって5100万差よ、はい、で、はい、抑えです、抑え、はい、私は森原投手です、あれ下がったんじゃないですか、下がりました、うん、4500万から3500万になりました、1000万ダウン、1000万ダウン、あらじゃあ1億1100万円、はい、ちなみに佐々木チーム抑えは岩崎優、はい、おー、はい、8000万から9500万、1500万アップです、アップ、はい、これね清水東のね、はい、ということで、はい、結果発表、はい、全部終わりましたけども、はい、袴田チーム総額7億1710万円から、はい、8億2810万円でプラス1億1100万円、イエーイ、1億、はい、1億円アップですよ、はい、うん、佐々木チーム、はい、9億8380万円から、音が高いですね、10億6880万円でプラス8500万、ということで、はい、負けました、イエーイ、勝った、負けるか、勝った、イエーイ、いや本当、え、いくらさ、2600万円さ、あってことは、うん、もし山本由伸のじゃんけん勝ってたら、そう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 、まあ、
使ったかもしれないですね、うん、でまあそれもね、うん、仕方ないじゃん、運ですから、ね、勝負だからね、はい、いやでもまあ、うん、僅差だったね。いやー本当ですね。だから一人の上げ下げで、だからこう見ると、うん、やっぱり袴田さんは山本村上大きいね。あと平も結構大きいですね。あ平ね、うん、だって山本村上だけの差だけでプラス1100万だからね。はい、そうですね、うん、だから俺は一番大きいのはやっぱり近本。近本ですね、うん、近本だね、うん、ビッグゲームが近本周東ぐらいだからね、やっぱ5000万円以上大きいね、うん、はい、見つけれたらね。いやでもなかなか一気に5000万以上っていないじゃないですか。なかなかいない、しかも予算が10億円だからね、うん、でも第1回チャンピオン、はい、袴田さんです。イエーイ。いいんかこれでっていうね。いいんかっていう。いやまあまあドラフトで選びましたしね。いやまあそうなんですけどね、はい、やっぱそれでもね、はい、第1回目で負けたっていうね、はい、だから皆さんもね、うん、考えてたやつ、うん、自分たちでおさらいしてほしいですよ。あ、いくら上がったか計算してみてほしい。だから袴田さんとこ俺にね、うん、勝ったかどうかっていうのを自分たちで決めれるんで、はい、そういったのもね、もしやってた人いたらね、はい、コメント欄でそれを、うん、持ってきてやってほしいですね、はい、そうですね。でちなみにですね、はい、一番最初に10億円でいいチームを作ろうっていうザキヤマさん企画で、はい、何も関係なく10億円でいい選手を作ろうっていうのをやったんですよね、はい、でそれのどれだけ年俸が上がったかもやってみようっていうところでやったんですけど、こちらはですね、はい、袴田さんの計算ミスでですね、10億円なのに9億円ってで作っちゃったんです、ね、はい、まあ、でも、はい、ルール上はセーフですからね。そうですね。でここはね、山本由伸は6000万アップですね。ありましたね。で高橋礼が1750万アップ、で甲斐野が、まあ、怪我もあって1200万ダウン、はい、でキャッチャー甲斐が5500万アップ。あ、そんなアップしてるんだ。甲斐行っときたかったですね。行けばよかったですね、うん、でファーストグラシアルが、はい、この1億5000から3億円になってるんですけど、うん、このなんか本が出た後に3億円で契約したっていうのがあるんで、はい、だここがちょっと評価が難しいんですよ、はい、本が出た時には1億5000万だったんですけど、うん、だからこの10億円以内がね、はい、ちょっと幅が出ちゃうんですけど、なるほど、はい、でセカンドが阿部が1500万、はい、でサード岡本和真がこれすごいよ7000万アップ。えいくらからいくら。1億4000万から2億1000万。うわこれ入れとかなきゃいけなかったね。さすがジャイアンツ、うん、でショートが京田が300万アップ、はい、うん、でレフトが、福田、うん、1000万ダウン、はい、でセンター近本3000万アップ、うん、でライト荻野が、200万アップ、はい、で DH 原口が現状維持、うん、あ、だいたいアップしてますね。そうなんですよ、うん、で総額で言うと3億8050万アップです。すごいすごいでしょ、はい、でここでもし、うん、グラシアルのこの1億5000万を引いても1億5000万はアップしてるんですよ、うん、あ、私たちよりいいですね。そうなんですよ、うん、だからまあまあでもこれまあね、これはまでであのじゃんけんないからね、はい、いいチームだけ、そうそうそう、選んだってやつなんで、うん、だからこの、まあ、ザキヤマさんで考えた2人だから2人で考えたチームが最強だったんですけど、はい、でもまあこれはねドラフトじゃないんで、はい、これはまあ参考記録ですね、うん、っていうところで、はい、まあ、第1回目では、はい、袴田さん勝利。明日か明後日か、はい、次の動画で、はい、もしこの2021年度版勝負なんで、はい、チーム作るんで、はい、皆さんもですね、まだ明日か明後日までに時間あるんで、はい、チーム考えといてくださいね、はい、10億円以内予算は、うん、で上がり幅で勝負、はい、ね、またね今年もね負けませんよ。もうまた連覇しますよ私は。おい、まあまあ勝者ですからね、はい、もう何も言えないですよ。何も言えねえ。